な、内向感覚の方々が劣等機能が勃発するきっかけとしましては、うん、現実のとらわれ方の問題っていうのがあって、事実や実際にあったことをないがしろにしたり否定するものの考え方をする人たち、多くの場合は外向直感タイプ、うん、外向直感なので E で N の人ですね、うん、E で N の人たちは ENFP とか ENTP、うん、なるほど。外向直感のタイプの発言は、うん、この内向感覚を思考する人たちにとって激しすぎて、うん、非建設的で、うん、極端な反応を示すきっかけになりやすい傾向があると、うん、現実に起こっていることとわずかにずれただけでも、うんうんうん、また起こりうる変化について、うん、ちょっとしただけでも、うん、このタイプの扱いにくい怒りや頑固な面が引き出されることがありますと、うんうん、ある ISFJ を思考する人は危機的状況が起こっており、それによる影響を目の当たりにして心配している私に、誰かが大丈夫、すべていくから心配しないでなどと言ったりしたら、突然カッとなってしまい、相手をとことんまでやっつけようとするでしょうと。気軽に言うなよと。気軽に言いますよね、僕は。どうやってやんだよっていうことですね。気をつけなきゃですよ。僕は気をつけなきゃですよ。そうですね、そう、はい、うん、確かにあのやるって決めたことを、うんうん、あでもこれってさ、こういうこと起こりそうだよね、うん、っていう軽い一言ですね。軽い一言、まあ、そこに、はい、気づくのもあるんじゃないですか。気づく、だからこの人たちも気づくんじゃないですか。やり直しですけどね、うん、そうすると、うん、まあ、だから例えば僕だったら気づいても、はい、まあ大丈夫。蓋した。得意の得意の、はい、なのでストレス抱えないじゃないですか、はいはい、大丈夫なんだ。大丈夫大丈夫大丈夫なんで、はい、っていうところに大丈夫じゃないっていう思いがこうルールとしてこう欠陥が見つかるとストレスがこう出てきて、もっと完璧にしなきゃいけないっていう思いが、はい、あそっか、うん、そっか、大変ですね、真面目な人たちは。真面目な人たちはっていうのと、あとは、うん、未知の領域に関すること。あ、はいはい、直感って未知の部分ですもんね、うんうんうん、自分にとって未知のことや、うん、以前体験したこともないことが起こりそうな予感を持つことは、うん、劣等機能を勃発させるきっかけになりやすいです、うんうん、自分にとって今まで全く馴染みのない、うん、想像できない将来に対する不安は、うん、直接無意識の領域に働きかけてくると、うん、慎重を期した緊急時対策や、うん、物事の詳細に関心を向けることにより、うん、このような無意識の反応は緩和されるが、うん、突然新しい可能性が持ち上がってくると、うんうん、劣等機能が出てきやすいのは確かですと。劣等機能っていうのは、あ、外向直感ですね、うんうんうん、はい、すでに、うん、自分で決心を固めて行動に移そうとしているときに、うんうん、誰かに新しい可能性を持ち出されると、もう本当に勘弁してくれと、もうやめてくれと、言いそう。これやったら面白そうじゃないですかって。でその上、その相手から、はい、もっと他の考えをしたらとか、うん、アイデアを出すように求められると、うん、チーンってなると、うんうん、ちょっとこれ分かりますけどね。あ、はい、僕言いそうだったらもうやってって言います、うん、もうじゃああなたやって、うん、僕やらないからいいわ、でやれないなら言わないで、まあ立場もあるじゃないですか。ある、社長がいてきたら、あーやるね、あこれ面白そうじゃないみたいな、ちょっと考えといてよって、全く意味のわかんないものなるほどとか、うん、あー、うん、はいはい、落ちてきました、うん、そういうのもあるね、うん、うんうん、だとまあスケジュールを縦にしますけどね。あ、はい、あちょっと今納期がみたいな。あだと納期伸ばせますかねとか。うん、ああ、はい、うんうん、まあ、分かるね。でもこれは社会人あるあるですよね、うんうん、この辺の綱引きは、うんうん、あとは、自分のタイプをやりすぎることとあって、うん、自分のタイプを満足させるようなことをやりすぎるのも、うん、一つのきっかけになると。ある人に課せられた仕事をやってあげるような場合や、うん、長時間根を詰めて仕事をしなければならないときに、うん、他者から評価されていない、
とか軽んじられていると感じると、勃発すると、要は相手に利用されているとか、つけ込まれていると感じている、感じると暴発する、でひどいことを言う、で後で恥ずかしくなってシュンとなる、であとはその職場の人たちは、私が効率的できちんとしているから、大量な情報を押し付けて、それを整理し、分類し、記録を取るように求めていいと思っている。君好きなんだよね、こういうの。ああ、得意だよね。得意だよねって気軽にこれを やらせようとしてくる。俺は頑張ってんだよって話ですね。実は怒っているんですけど、まあ冷静の時は何も言わないようにしています。でも実は怒ってるんだ、で得てしてこういうなんていうんだろう、真面目なちゃんと積み上げていくやつって、なんか要は01は評価されるんですよ、すごいアイデアだねって、でもその01の後って、2から99の作業が待ってるんですよ。待ってますよ。でもここってあんまり評価されないんですよ、好きでやってるわけじゃないんですけど、これってこっちの方がよっぽど大変みたいなことありますもんね、みんなジョブズって言いますけどって、っていうとこですかね、はい、でジョブズは言うんですよ、これはまだ甘いみたいなお前やれよじゃあって、っていうところですかね、大変だこれは、まあ、真面目ですね。あの ISTJ ISFJ の方、今元気でいらっしゃいますかね、ちょっと心配になってきました、インザグリップしてないか、インザグリップしてないか、はい、NE、外交の感覚の人たちは、SI の人にプラス面、マイナス面も含めたアイデアを全部言っとけばいいと思いますと、なるほど、うざかられますが判断してくれるので自分もありがたいです、あ、なるほど、要は現実の確認にはなる、あ、だからもう全部ぶつけて、はい、まあでも怒る可能性ありますけど、ね、あるが、要はいい面と悪い面要はそれは建設的な話をしているよと、喧嘩売ってるわけではないと、あ、だからこう落ちてない時はどんどんぶつけたらいいんじゃないですか。そうですね、はい、こういう可能性がありますって、はいはいはい、はい、でまあ仕事で途中でそういう横やりが入るのはもうあるあるですもんね、あるある、業界でも、うちの総括職も ISTJ ですが、編成スケジュールを某省にひっくり返されたときや、約束を保護にされたときにブチ切れると、あ、でもまあブチ切れられるならいいですね、ちゃんと発散できてるなら、あ、まあそうですね、はい、あの本当にあの壊れちゃう人って多分どこのいますよね。やっぱりあの取引してる大きな企業とかだと、毎年やっぱり、あのちょっと休職してますっていう人が、出るんですね、やっぱり、そうすると、ああ大変なんだなと思って、まだ僕みたいなちっちゃい会社だと、まあ、ちっちゃい会社でも大変なんだから大きい企業だとなおさらだなと、ま、ちっちゃい会社はちっちゃい会社で別の大変さがあるんですよ。あと今となれば辞めたらが思うと思うんですよ、こんなん何でもねえよこんな会社って、でも大正みたいにこの有名一部上場企業とか、某省とかだったりすると、なかなかそこ辞めるともう同じような待遇ってないよなって思うんですよね、そうすると真面目な人たちは抜けれないんだろうなって、あなた頑張ってもあるだろうし、ありますよ、あの息子の受験が控えてるから、私立行かせたいからさとか、があると辞めれないですもんね。まあ大丈夫ですよって僕は言いますけどね簡単に言うなよが出てきますけどね、はい、